自分が反応するポイントがあるってことは反応せざるを得ないってことなの。で、受け入れてほしいって思ってることしか頭にない人には自己開示はできない。人っていうのはどういうふうに動いてるのかっていうことを知ることで自分も人だから紐解かれていくし、だからノウハウっての結果こうなっちゃうんだよねっていうその上積みみたいな話でしかないからさ。でも人が人を信頼するっていう動きはどっから起きてくるかっていうと批判されないってことから起きてくるんだよ。それでいいんですよっていうふうに結果をさ、あと自分の意見を言うことになっちゃうでしょ。それってもうジャッジなのね、実は肯定をしてるわけじゃない。あ、そうなんですってっていう否定も肯定もしてないっていう状態。発生してるってことはだから自分の何かと反応を起こしてるってことよ。そう思ってないとさ、ダメって言われたっていう感知ができない。知るっていう機会がないと一生その勘違い続くでしょ。だから今回の機会っていうのはさ、自分の特定の勘違いについて知るとことと、じゃあナチュラルな状態に戻していくだけだから、ね、人間の仕組みっていうのは面白いもんで、自分の中にあるものを人に投影するっていう形で見るしかないの。鏡なの、相手がもうすでに持ってるものを外側に映してるだけの状態で日々暮らしてるんですよ。自分の内面のもなんかこういうふうに思われたくないっていうことを証明するためにできるふりをしたり頑張ったり成果を上げたりするわけですよね。それは自分に対して自分が悪くないって思いたいんだから、外側に悪い人用意する必要が出てくるんですよ。それが批判っていう形なんです。その目的は攻撃そのものにあるわけではなく、チリとした最大の防御に目的があるんですよ。あの人に批判されたと思う時には自分が自分の内部にあるダメっていう前提のフックで引っ掛けて持ってきちゃうんです、自分の中に。そういう